立派になったな。やっとあなたとの約束を果たすことができました。ああ、だがもう教えることは何もない。すでにキーブレードマスターになり、今もこうしてみんなの先頭に立っている。大事な仲間を助ける力も手に入れた。まだまだです。こうしてこの辺境の世界まで来られる時点で力はもうあるということだ。だから会いに来るように言ったんだ。それは随分適当だったか。はい。2人で何楽しそうに話してるの？秘密だ。ずるい。本当に行かれるのですか？うん、でも大丈夫よ。今度は3人一緒だから。ああ、気をつけて。記憶があるってことは消えてないってことじゃない？ああ、そう考えるのが自然だ。あれからみんなずっと空を探してるけど、手がかりはまだ何も見つからない。どこかにいるなら行動の痕跡くらいは見つかると思うんだけど。1年前のデータをシドもずっと解析はしているが、城にいる研究者たちも同様に調べてるだろう。何か進展は聞いてないのか？ああ、さすがに専門外らしく苦戦中だ。ねえシード、そろそろ何かわからない？うっせえな。もうちょいで何かでっからお前待っとけ。1年間ずーっと同じこと言ってるよ。ところでみんなの様子は？ああ、ミッキー、ドナルド、グーフィーの3人は過去に空といった世界を巡って足取りを探してる。旅立ちの地の3人は1年前から闇の世界に、トワイライトタウンのみんなはロクサスとシオンの記憶からデータを調査してる。カイリの方は大丈夫？カイリは自分の心に空の手がかりがあるんじゃないかと、この1年ほぼ眠ったまま調べてもらってて。進展はないのね。どういうことだよ。どうした？こことトワイライトタウンと城の研究者たち3カ所のネットワークをつないでて、それぞれから送られてきたデータを俺の作ったデータにぶち込んでみたんだ。これ見てみろ。ソラ、ソラはデータの中にいるってこと？いやいや、これは消える直前のソラの戦闘能力を再現したデータだ。じゃあ何に驚いてたのよ。ソラたちと戦ったなんだっけ、なんちゃら軍団、それの戦闘データも再現されちまったんだ。新13機関のデータ、そこから空の足取り探れない？それがな、俺が有能すぎるせいか一筋縄じゃいかなさそうなんだ。この敵のデータが強すぎてデータに触れられない。空のデータを使って解除できないか？おう、なるほどな、やってみっか。ああ、頼む。データなら何とかしてくれるよ。だって空だもん。新13機関か。できれば俺が相手をしてやりたかったが。手がかり見つけられるといいね。まさか敵のデータまで再現しちまうとはな。